イラストこぎんさし岩橋ゆかです。さて皆さんね、今日は一日どんな一日を過ごしていますか？私の方はですね、昨日豊橋のこぎんさしの会でした。少しね、人数少なくこじんまりとした会だったんですけども、とてもおしゃべりに花が咲いて楽しかったんです。でですね、こちらの作品、はい、とてもね綺麗に額装できたかなと思うんですけども、フリーコースの方に今度からね、チャレンジしていただきたいなと思っている品になります。一つのね額の中でどうアレンジしていくかっていうのがお題なんですけども、例えばね、これは黄色、茶色、緑、赤っていう感じで柄は基本一緒で色を変えながら作ってみました。でもね、これを例えば4分割にして、ここは一つの柄、そしてね、またここには違う柄っていうような形で楽しんでみるのも一つかと思います。これからね、何人かの方とかやっていくかと思いますので、いろんな作品が出来上がると思います。ぜひ楽しみにしていてください。ここでお知らせ発表できたらいいなと思っています。はい、ということで今日お伝えしたいのは、この前ねコメントで、こぎんさしってどんな布を使うといいですかっていう質問をいただきました。ありがとうございます。今日はねそれについてお伝えしようかなと思います。私の場合は、基本豊橋のこぎんさしの会でもこちらを使っています。コスモさん、ルシアンさんの、コングレスっていう布になります。これがね基本こぎんさしの布になっています。よいしょ。目がねザクザクっとしているので、やっぱりねすごくこんな感じで柄が映えるので使いやすい品になっています。初心者の方はねこれ使うのがおすすめかなと思います。で、気をつけていただきたいのが、いつもお伝えするように縦と横、こういう風にね横に線が入っていると分かりやすいんですけども、こうやってね切っている部分に横に線がついていたり切りっぱなしになっている方が横です。で、分かりやすく言うと伸びる方、ちょっと引っ張って伸びるのが横になっていて、って伸びないのが縦になります。そこだけね気をつけていただきながら刺していけるといいかなと思います。で、他にもねこぎん刺しの布っていろんなメーカーさんが出しているので、例えば今はねこのアイボリーの色を基本使っているんですけども、他の色、色がついている布はないですかっていう質問もいただくんですけども、そういう時にははい、こちらオリンパスさん、オリンパスさんのこぎん刺し用の布も、もう数種類いくつかねカラーがあります。私これよく活用しています。これもね同じ、目数になっています。はいはい、こんな感じですね。こぎん刺しって18カウントっていうね目の大きさなんですけども、ロシアンさんも同じ18カウントになっています。はい、これがねからし色、とっても綺麗な色になっています。この他に黄緑とかあとグレーとかもあります。ぜひねチェックしてみてください。これもとっても使いやすいですね。柔らかいしね。すいません、うちの子の声が入りました。はい、そして他にはね、これあんまり手芸店に売ってないんですけども、こちらもねたまに使います。これすごいシックで素敵な色なんですけども、まだ開いてないね、ちょっと開けてみますね。
本当にこれはすごい落ち着いていて私は好きな色ですね。ちょっと光がどうかな、うまく見えるかわかんないんですけども、ネズミ色になりますね。グレーっていうのかな。これでね、あの黒の糸とかで針山作るとすごいシックで、私は大好きな針山になります。こんな感じでこれも愛用しています。はい、というような感じで主にねメーカーさん、私この3つをよく使っています。まあ基本はこのね、あのアイボリーとかのルシアンさんが多いかな。でもオリンパスさんもすごい多いです。はい、ということで今宅急便の方から戻ってきました。少しね整理したんだけども、こんな感じで私は布を使っています。気をつけていただきたいのは縦と横、横引っ張ってもらって伸びる方が横で、伸びない方が縦っていうのにね気をつけていただきながら小銀刺しを楽しんでいただけるといいかなと思います。本当にねこの大きい柄の方が、大きい目の方が柄がしっかり生えて綺麗だと思います。私もねよく使っているものです。で、小さいね目が使ってみたいなっていう方は、今ね小銀刺しの本がたくさん出ているので、その中にね細かい、布の種類、こういう感じですねが、説明されているので、いろんなねところが紹介されたりしています。いろんな本を読んでもらって調べてもらうのが一番かと思います。はい、というような感じで今日は、初めての方、初心者の方が使うのにおすすめの布を紹介させていただきました。皆さんもぜひ小銀刺しを楽しんでみてください。私の方もまた、いろんな図案を、説明しながら刺していく動画作っていきたいなと思っています。今日もご視聴ありがとうございました。それでは今日はここまで。またねー。